Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient. 어떤 인간이 그 엄청난 힘을 포기하는 선택을 합니까? 지켜야 할 것을 지키기 위해. 다 내어주면 어떻게 될까? 나도 지키려는 거야. 저분이 왜 여기에? 진부연의 엄청난 실력은 진씨 집안 어미에게서 만난 것이 아니다. 박진! 너는 다 알고도 숨기고 있었지. 어떤 인간이 그 엄청난 힘을 포기하는 선택을 합니까? 지켜야 할 것을 지키기 위해. 다 내어주면 어떻게 될까? 나도 지키려는 거야. 저분이 왜 여기에? 진부연의 엄청난 실력은 진씨 집안 어미에게서 만난 것이 아니다. 박진! 너는 다 알고도 숨기고 있었지. 本日は 환원노 19화 の予告 をご紹介していきます。 いやーもう19話ですね。今週で19、20で終わりと。とても寂しいですね。とても。最近カンドラでこんなにハマったカンドラはないかもしれないな。だからね、僕の YouTube 見ると、本当にこのファノンのね、動画が多いんですけど、まあこれはね、僕も好きでやってるんで、ファノン大好きで、どうしてもね、好きな作品に偏ってしまうっていうのは否めないですね。皆さん18話をご覧になりましたか？まあ2週間もね、待ちまして、いやー2週間待った回がありましたね。もう、神回って言っても過言ではないぐらい、18話は良かったと思います。いろんな謎が解けてね。いやー、すっきりしましたよ。まあ、まずね、ムドクが死んでなかったことが僕はすごく嬉しかったですね。なんかこうね、王様がなんかこう、一回殺してね、生き返らせてみたいなのをね、わけわかんないこと言ったから死ぬのかなと思ったんですけど、死んでなかったと。あと、チャンオクも結局ね、密室に、韓国人誘導して、死んでなかったですよね。ね。だから、最終的には、二人で、キスシーンと。良かったですよ、うん。で、このシーンをちょっと紹介したいのが、一回ちょっと読んでみますね。ジンブヨンの、ジンブヨンの엄청난실력은진씨집안어미에게만에서만온것이아니다。ジンブヨンの凄まじい力は人権の母だけの力ではないと。いうふうにジンムが言ってるんですよ。つまりは、ジンブヨンの、お父さん。は誰なのか。ね。つまり、チョヨンのお父さん、ジンブヨンのお父さんですよね。先ほども出ていたね、お父さんは韓国人で本物のお父さんじゃないですよね。本物のお父さんは誰なのか。これはね、これはもう、カンドラファンの皆さんは多分わかると思うんですが、もう韓国のカンドラの永遠のテーマ。ね。親子関係。これまた出ましたよ。まあ、チャンクのお父さんもね、チャンガンじゃないっていうのもあるんですけど、これね、僕子供の頃からカンドラ見てますけど、変わらないですね。この親子関係、謎だらけの、親子関係は変わらないと。なのでちょっと気になりますね。가야할자들은가고、돌아올자들은돌아오게되겠지。トゥロ님、할일을하셔요。허세가아닌기세로。아무거나해보렵니다나의스승님의가르침대로괜찮은가이야곧혼례를앞둔신부가있다더니なるほどですね。ここでは、도련님할일을하셔유。やるべきことやってくださいっていうところが気になりますよね。やるべきことっていうのは何だろうっていうね。まあ、결계를풀다。結界をなくすっていうことを、まあ、チャンオクがやるのかなって思うんですが、まあ、それだけだったら、まあ別にね、そんなに大した、謎じゃないんですけど、もっと深い謎があったらどうしようっていうね。謎が多い頃はもうね、
こっちもすごい警戒しちゃうんですよね。ね、怖いですよね。で、僕このシーンもすごく怖くて、実は。これ、二人が結婚するみたいなシーンになってるじゃないですか。で、まあ、このシーンにもすごい驚いたんですけど、僕は、この無毒の表情がすごく気になります。普通、なんかもっと、喜ぶんじゃないかな。なんかこう、知らない人から抱かれたみたいな表情してるから、いや、なんか泣くそじゃないんじゃないの？チンブヨンなんじゃないの？って思ったりして、まあでもそういう、こうね、解説をしてる人は一人もいなかったので、基本的にはチンブヨンがいなくなって、まあ泣くそだけが残るっていう話が、今は、まあセオリーになってるんですけど、どうなるんでしょうね。わかんないですからね。誰も。どうなるかは。なので、すごく気になるのと、あとはね、シーズン2を考えると、本当に結婚した方がいいのかっていうのもありますよね。ね、結婚した夫婦のシーズン2って、見たいのかな？世の中の皆さんはどうだろう？ね、こうね、結婚してないカップルの、恋愛感情があってみんなどうなるんだどうなるんだっていうのがあるから、いやーわかんないですね。本当に結婚するのか、うん、シーズン2に本当に期待を持たせて綺麗につなげる最終の終わり方は何かっていうのは、いやーもうね、今週末になんないとわかんないですね、まあ、いよいよ最終話、迎えますが、みんなで思いっきり楽しみたいと思います。ではまた。 Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've been